クレーグ・ブローイング・テータムは、アメリカ合衆国、ミシシッピ州、ハッティズバーグ出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。ハッティズバーグ高等学校時代は、保守と投手をしていた。同高等学校卒業後、ミシシッピ州立大学に進学する。ここで保守に専念する。また、同大学では、銀行業と金融学を専攻していた。2004年の MLB ドラフトで、 シンシナティレッツから三巡目指名され、入団。2009年7月19日に膝を負傷した、ラモンヘルナンデスに代わってメジャーに昇格した。7月21日のロサンゼルスドジャース戦で、メジャーデビューを果たした。7月25日のシカゴカブス戦で、初めてスタメンで出場した。7月28日のサンディエゴパドレス戦で、自身初安打と打点を記録した。 8月29日にはチャーリー・ヘイガーから地震初本塁打を記録した。2009年11月20日にウェーバーでボルチモア・オリオールズへ移籍する。2010年はマット・ウィータースの控え保守として活躍した。2011年は開幕をマイナーで迎えたものの6月1日にジェイク・フォックスのディーフに伴って昇格した。2011年10月28日に ウェーバーでヒューストンアストロズへ移籍した。しかし、その後、ディーフとなった。2012年1月23日にウェーバーでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。3月28日にウェーバーでニューヨークヤンキースへ移籍した。2013年2月13日に現役引退を表明した。ありがとうございます。